子どもたち、あるいは私の、創造性の源泉、泉、何か、創造性はどうやったら育ちますかということは、子どもたちには創造性が少ないということが前提になっていると考えられます。その出発点が間違ってないでしょうか。子どもは間違いなく見て聞いて真似ぶから日本語で学ぶ、真似をする、学ぶというふうに言われます。で、子どもたちはいたずら大好きですから、大人たちから真似たことをそのままやりませんよね。花びらを見ると子供は眺めるのじゃなくて触ろう、匂いを嗅ごう、そしてちぎってしまいます。この時にちぎろうとしていた時にとやったら、私は今ちぎったらねっとりと粘液がここにつきました。しっかりとくっつきました。働きかける対象物が豊かでなければいろいろないたずらができません。発見ができません。好奇心が湧きません。なんでこんなにネバネバになったんだろう、せっかく素敵に飾ったのにごめんなさいね。もっと触って確かめようとします。そうしてこれが二つになれば、例えば二つを例えば組み合わせようとします。日本だとちょう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 菜の葉に止まれ、 踊ります、ダンス、蝶になったような気持ちになる。66歳がやっていたらおかしいでしょ。子供がやっていたらみんなはかわいいって言うでしょう。さあ、そうすると別な花はどうなるだろうかと思ってまたちぎります。片一方はこんなに広かったのに、片方はこんなに細い小さいのがいっぱい集まっている。でやりますよね。それが子供だと思います。だから第一番は何よりもそういう子供が自然に、発露する、自然にこう湧き出る、そういうバーモのこと、土偶、場所、物、そうできる道具、これがあればハサミで貯金、そういうことが豊かにあることが創造性を育むまず大きな一つだろうと思ってます。二つ目は子どもの好奇心に寄り添うことだと思ってます。好奇心持った先生は、好奇心持った子どもは調べようとします。良い学びに導いてくれる先生と良い学びに応えられる本、まあインターネット、その調べられる環境が豊かにあれば子どもたちは調べます。先生はそれを理屈じゃなくて、私のように子どもたちはねこうやらなきゃいけないんです。